よいしょ。どうも、おばんです。猛犬でございます。久しぶりの学、髪伸びたな。まあいいや。久しぶりの学ランでございます。今日はですね、いつも売り切れる商品をゲットできたんで、紹介していきます。やったぜ。今日はノートではございません。ノートではございません。はい、何かと言いますと、こちらでございます。カルディさんで売ってあるチョコレート、バレンタインの時期になると出てくるんですけど、こちらですね、カメラ型のブリキの缶に入っているチョコレートのこちらと、カセットデッキ風のチョコレートの缶でございます。はい、今日はこちらをちょっと紹介していけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。まずこちらカメラ、よくできてるよねこれ、ほんとかわいい。で、実はですね、去年一昨年はゲットできなかったんですよ。で、一番最初に出た時のやつは持ってて、ちょっと一回りちっちゃくなったかな。どうだろう。うん、ちょっと一回りちっちゃくなったっぽい。こちら。で、本来こちら自分は、小物入れとかにして使ってて、レンズが外れて、なんか某、ライカ風のカメラの形をしたブリキの、缶となっております。でですね、今回購入したのはこちら、同じ、ライカ風のカメラなんですけども、グレーの部分が黒になっていて、で他にもですね、縦型のカメラ、こうやって撮るタイプのやつねもあって、これは色違いで茶色もありましたけど、自分は黒が好きなので黒にしました。これ本当にすぐ売り切れてて、2月入ったらすぐなくなってるんですよ。で、まだギリあるかなと思って見に行ったらあったんで、でもお一人様1点となっているので、やっと購入できたので、ちょっとレビューしていきますね。で、中身、じゃあちょっと開封していきます。シールになってますね、こちら。レンズ取れるんかな？あ、レンズ取れるね、多分これ。あ、取れない？え、嘘。あ、取れる、取れる。大丈夫、大丈夫。こんな感じでーす。中が、フィルム風のクランチチョコレートが入ってます。これは多分去年っていうか前回購入した時も一緒になってますね。で、サイドが、ちょっと待ってね。で、サイドが開くのかな？うん、こうやって開きます。はい。で、後ろがまあちょっと賞味期限とかそういうもろもろかな。こっち剥がしたときは真ん中にこういうのがついてて、どうなんだろう。こっちは、あ、これ、あ、ダメだ。ちょっと、あ、もう失敗した。ごめん。ちょっと待って。時間をかけて撮るタイプだ。このシリーズが本当に好きでね。で、本命はラジカセだったんだけど、でもカメラもう売り切れてるかなと思って、今日が1月の20何日だ ?24 日か。24日に行った段階でまだあったので、ぜひちょっと、動画を見られた方、ちょっと早めにカルディさんの方にお立ち寄りいただけたらと思います。もし、店員さんに聞くのが一番なんですけども、チョコレートのところにはあるはずだと思うので、失敗した。ちょっと待って。
剥げねえ。綺麗に剥げねえ。爪切ったばっかりなんだよ。あ、ちょっとデザインが違う。あー、シールの跡が気になる。ちょっとこれは後で丁寧に取り除いていこう。はい、もう大失敗でございますな。これはいかんですね。あー、性格が現れる。あー、でもまあいいか。こうなっちゃった。シールの跡がついちゃったけど、こんな感じ。一応比べると、あの真ん中の赤がなくなっている感じですね。ファインダーの形も、ファインダーで合ってる？この覗くところの形もちょっと違ういますね。ここにこれとか、あのシャッターのこれとかこれがついてるけど、昔のはついてなかったんですよ。もうこれだけだから、ちょっと例年進化してはいるなと思います。はい、じゃあ続いてラジカセの方をレビューしていきたいと思います。そしてラジカセでございますね。かわいい。あのね、ここに再生ボタンがついてるの、めっちゃかわいいよね。これ録音もついてるし、押すことはできないけども、出っ張りが出てますね。で、何がすごいって、開くの。カセットの形のやつが入ってる。ここが開いて、中身がこんな感じ。かわいい。かわいいね。で、中に入ってるのがチョコレート、クランチ型のチョコ、ポーズ。ポーズって書いてあるのと、録音って書いてあるチョコレートですね。で、隣にラジオのつまみがついてて、こうやってね、できるの。はい。で、何がすごいって、ここが開くから、あの、ちょっとした入れ物にできるよなっていうことで、私これでちょっと推し貯金をしていこうかなって思います。単純なやつでしょう。まあそんなもんで、ここ開けてちょっとね、こう尊いって思った時にちょっとお金をね入れて、で、あのツアーとかそういうので賄えるお金が貯まっていけるようにと思って買いました。入らねえか。え、カセット、え、カセット、え、カセ、まあそんな感じです。はい、いや、ぜひちょっとあのカルディに寄った際はご覧になられてみてください。ほんとめちゃめちゃ可愛いのが増えているので、あのブリキ缶シリーズが結構カルディさん毎年凝ってて、あのあとはオイルサーディンの缶のチョコレートのやつかな、好みがすごい出てくると思うんですけど、今回ちょっとノートとかの動画でないですけど、ちょっとこれで推し貯金をね、やっていけたらなと思います。なんか例えばさ、こう前はね、これで推し貯金してたんで、こうやってね、お金を入れるわけじゃん。こうやってお金を入れて入れる。今ちょっとチョコ入ってから入んねえけどよ、入れる。はい、オッケー。これだけで可愛い入れ物にもなるし、貯金にもなるという、なんという優れものでしょう。裏面どうなってんだろう。またシール剥がしのコクコクやね。ちょっと待って、ちょっと頑張ってシール剥がしてみんね。ここまで綺麗に剥がしたんだけど何にも出てこないね。ちょっと待ってね。いや、なんか出てくるっしょ。いや、ここまで頑張って剥がしたんだもん。気持ちいいぐらいに剥がすの頑張ってんだけど、
個だけミスった。うん、そして何もなかった。こういうの気になるタイプなの。それちょっと綺麗にしよう。はい、裏面は何も書いてはなかったですね。なのでぜひちょっとカルディ皆さん行かれた際はぜひこの子たち出会ったらぜひちょっと検討されてみてください。めっちゃ可愛いので、あのこれだったらあのミニロール入ると思いますし、あのなんて言いますか、ストックしている付箋やシールとかもこれに直すこともできるのですごくいいかなと思うんで、ぜひちょっと検討されてみてください。はい、久しぶりの久しぶりというか前回ちょっと動画を体調不良のためお休みしていたので、今回は違う形での動画を紹介させていただきました。すぐこれは売り切れちゃうので、ぜひ今のうちに皆さん気になる方はあのチェックされてみてください。はい、っていうかチョコ食べてみよう。まずこれ、これのとこびっくりした。普通のクランチチョコレート、うまっ。あ、糖が頭に回る。生食ってなかった。続いてラジカセ側のチョコ、一緒じゃないかな、多分これもポーズの方、あ、一緒だ、一緒のクランチチョコ。いただきます。うん、一緒だわ。うん、うん、まっ。チョコレートってなんでこんなに美味しいんだろうね。あの味はミルクチョコです。ミルクチョコのクランチチョコレートな感じかな。でもこれ食べるのもったいない。秋まではしよっか。ちょっとこれはあの一人でまったりティータイムをするときにやるんですけど、すごくない？カセットじゃん、やば。食べれないよこんな可愛くて。直すね。ちょっとこれはあれです、あの一人でこっそり食べます。ちょっと可愛すぎて、可愛すぎてちょっと食べれない。 40g って書いてある。でも裏面はあれだよ、普通の何にもトゥルトゥルだよ、トゥルトゥルだけども、表面めっちゃ凝ってある。ほら、カセットテープだ。これギザギザのところまで凝ってある。食べれない、食べれない、食べれない。大事にいただきます。今日の動画、いかがでしたでしょうか。ぜひですね、この動画、いいなと思ったら、高評価、そしてチャンネル登録お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。頑張って推し貯金するぞ。を尊い時にお金を少しずつ貯めるぞを、ぜひ推し活してる方もぜひちょっとご参考にしてみてはいかがでしょうか。僕なりのちょっと考え方ですけどね、こういう可愛いものだと気分も上がりますし、ぜひご検討されてみてください。ここ回らないんだね、押せないけど、もう持ち運びはできるからお金取られないようにね、大事に。では